秋田で性交通治療ができる評判のいい病院。秋田で評判がいい性交通治療ができる病院をお探しですか？性交通とはセックスの時に痛みがある症状です。例えば膣への挿入を試みられたり、完全に挿入される時に痛みが発生する場合もあります。挿入時、より深い挿入、経陰が動く時に起きたり、また性交後に起こる場合も含まれます。その原因は多岐にわたり、挿入時の膣内の潤い不足や子宮内膜症など病気が原因で痛みが発生する場合もあります。デリケートな悩みゆえにパートナーに伝えることもできず悩んでいる方が多いかもしれませんが、一度専門のクリニックに相談して適切な治療を受けてみてはいかがでしょうか。この記事では私たちチツペディア編集部がこれまで収集してきた情報や先生方から得られた情報をもとに、秋田県内で性交通の治療ができるおすすめのクリニックを紹介していきます。清水産婦人科クリニック、大学病院前駅から徒歩1分と通いやすい立地の清水産婦人科クリニックは、産婦人科疾患を全般的に診療していて、特に不妊検査、不妊治療に力を入れています。更年期障害への漢方療法やホルモン補充療法も行っており、萎縮性膣炎に対してのレーザー治療も行うなど、女性が悩んでいることを解決しようと様々な治療に取り組んでいるクリニックです。クリニックスというアプリを使用してオンライン診療も行っているため、遠方の方やカウンセリングだけでも受けたいという方におすすめです。性交通の治療をする上で清水産婦人科クリニックをおすすめする3つの理由についてご紹介していきます。清水産婦人科クリニックは東北で初めてモナリザタッチの導入をしたクリニックで、2022年8月時点では東北では清水産婦人科クリニックしか導入しておりません。モナリザタッチとは、顔のリフトアップなどに使われているフラクショナル炭酸ガスレーザーの技術を女性器に応用した治療で、性交通に効果を発揮します。モナリザタッチを照射することによって膣粘膜の繊維化細胞が活性化されて、新生コラーゲンが生成されます。それによってふっくらとした厚みやひだのある潤い豊かな膣に生まれ変わることが可能となります。モナリザタッチの治療は5分から10分、麻酔クリームを塗る時間などを含めても約30分で終了するため、体に負担なく施術が可能です。さらにダウンタイムもないため、日常生活に支障をきたさない治療として人気があります。清水産婦人科クリニックは婦人科法2022年5月号に、性交通や尿漏れ、 GSM などのヘムゾーンのお悩みの検査治療ができるクリニックとして掲載されました。 GSM とは2014年に国際女性性機能学会と米国更年期学会において提唱された、閉経後の女性ホルモン低下に伴う肝陰部膣の萎縮変化及びそれに伴う体症状のこと。婦人科法では全国では12院のみ紹介されており、東北では唯一の計算院です。モナリザタッチの費用はクリニックによって異なり、だいたい3万円から5万円という価格設定をしているクリニックが多いです。しかし清水産婦人科クリニックでは1回の治療が1万6500円と良心的な費用が設定されていて、他院と比べると安価でモナリザタッチの施術を受けることが可能です。香りレディースクリニック、香りレディースクリニックは全ての年代の女性の明るく健やかな毎日をサポートすることを理想として掲げています。また土曜日も夕方まで診察を受け付けているので、休みの日でも通うことができるのがメリットです。子宮内膜症、子宮筋腫から更年期障害まで
幅広く診察で対応できますので、性交痛で悩んだ時はぜひ相談してみてください。藤森レイディーズクリニック。藤森レイディーズクリニックは秋田駅東口直結の抜群のアクセスを誇ります。同じビルにはレストランとフードコートがありますので、診察前後に食事をすることもできます。診療内容は思春期相談からブライダルチェックまでと幅広いですので、性交痛以外の悩みがありましたら相談してみてくださいね。今回の動画では秋田で評判のいい性交痛治療ができる病院をご紹介しましたが、参考になりましたでしょうか。性交痛はデリケートな悩みで相談しにくく我慢してしまう方も多い症状ですが、専門のクリニックに相談することで解決できる症状でもあります。ぜひ信用できる専門のクリニックに相談してみてくださいね。